皆さんごきげんよう。月刊三橋9月号をお届けいたします。ナビゲーターの浅野久美です。よろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは世界恐慌です。8月17日に日本の第2四半期、つまり四六月期ですね。この四六月期の経済成長率が発表されましたが、対前期比でマイナス 7.8%、年率換算ではマイナス 27.8% と、これ戦後最悪の下げ幅となったということなんです。日本に先立って発表されている主要国の数値は、アメリカがマイナス 9.5%、 ドイツがマイナス 10.1、 そしてフランスがマイナス 13.8、 イタリアがマイナス 12.4、 スペインがマイナス 18.5%、そしてイギリスはなんとマイナス 20.4% となりまして、いよいよまさに世界恐慌といえる凄まじい落ち込みようなんですね。そこでですね、本日は、世界恐慌が世界と日本をどう変えるのか、コロナによる世界恐慌がもたらす社会とはどんな社会なのか、そして日本は激変する世界の中でどういう進路を取るべきなのか、などについて、お話を伺っていきたいと思います。教えてくださるのはもちろんこの方、三橋貴明先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、いろいろとこの経済成長率の、数字についてお話をしようと思っていたんですが、実はこの、番組を収録しているのが2020年8月28日でございまして、本日ですね、安倍晋三内閣総理大臣が、辞意を表明するという報道なんですよね、これ。そうなんですね。今、現時点では。そうなんです。あと、多分、2時間ぐらいしたら確定すると思うんですけども。まだ詳細はちょっと明らかにはなってないんですが。ただ、ここまで様々な報道機関で一斉に出てるので、辞任されるんだろうな、ということになります。やっぱりそうなりましたか。おそらくですね、これ理由は、これ後から言うと違うってことになるかもしれないんだけど、おそらく健康問題を挙げるかなと。その布石として2回、その病院で検査されてるじゃないですか。そうです、最近。そうですね、その延長線上で、そのコロナ禍の首相を務めるには健康的な問題があるというのが一番ダメージが少ないですね。なるほど。で、2回目かって言われたら2回目なんだけど、ただ、例えばですよ、この経済成長率の異様な低迷とか、政策的な失敗だらけですけども、あともう一つは10月になったら、おそらく五輪の中止が決定するでしょう。それで辞めるのは嫌だったんですよね。彼ずっと勇退したかったんですよ。勇退。なるほど。だから本来であれば、東京五輪が開催された後に辞めるだろうと。言われてます。予定ではそうだったんですけども、それが、できなかったと、五輪開催できなかったとなると、もうこれは健康問題を理由に、はっきり言うと逃げるしかないですよね。そうしないと辞任ですね。要は引きずり下ろされるとか、そういう状況になるということなんで、多分彼はそれが耐えられないんですよ、総理は。だいたい総理って何のために総理大臣やってたんですかねっていうのは、常々疑問だったんだけど、今はもうわかるわけ。長期政権ですね。その目標だけはね、達成できたから、一応。だからというと、も長期政権になりました。佐藤、元総理超えましたから辞めますとは言えないじゃないですか。そうですけど。そうです。だから、健康問題理由にこのタイミングで辞めるしか、多分タイミングないですね。で、こう10月になったら、五輪の中止っていうですね、決定がされるでしょ、このままだと。で、それ以前に9月の臨時国会で、その経済対策とかね、やんなくちゃいけないという、もうそのパワーはないですよね。で、政治力もない。問題はこの後なんですけど。はい。これ、これ私ね、なんかさ、私が政局語るとさ、100% 間違えるんだよね。これ、伝説的な逆進ですからね、私は。そうでしたっけ？そうですよ。正しかったことないもん。でも、あえて予想しよう。ぜひ。普通に考えて、副総理でしょうね。新たな総理大臣は。麻生さん。麻生さんですね。麻生財務大臣ですね。はい。で、その後、状況落ち着いたところで、総裁選挙だけど、総裁選挙は来年9月までにやればいいことに なりますからね。はい。だから安倍総理の残りの総裁としての任期を、とりあえず麻生財務大臣が代行して、で、
総裁選挙をやってってことなんだけど、この後ネガティブなインパクトがいっぱいあるじゃないですか、うん、特に東京五輪の中止は結構ショックだと思いますからね。だと思います。はい、なんかもう織り込んでるような気がするけど、改めて決定されると多分我々大ショック受けますよ。本当に。で、経済成長率は戦後史上最悪で、戦後最悪でしょ、統計史上最悪なんだけど。ということで、この状況で前向きな気持ちでやる人はいないですよ、総理大臣は。喪失感もすごいですね。すごいですよ、この後。この後もすごいですからね。すると、まあ、麻生さんが代行して、これは筋が通るわけ、副総理だから。はい、まあ、はい、そうですね。で、来年に、総裁選挙やって、はい、それで新たな顔で総選挙、10月ですからね、どっちみち、任期切れが来年の。ってことになるんだけど、多分後ろに倒せば倒すほど、自民党は厳しくなると思います。うん、追い詰められ感がすごいですよ。はい。はい、そうか。となるとですよ、となると、多分ポイントになるのは、野党の問題もあるんだけど、うん、やっぱり消費税ですね。うん、そうだと思います。消費税の廃止っていうようなことを、はい、例えば自民党のね、うん、総裁選挙の時点から議論できるかどうかですね。なるほどね、はい、大事ですね。おそらく総裁選は、うん、まあ、とりあえず五輪の中止のダメージを乗り越えるまでは麻生さんがやると思います。はい、その上で総裁選挙って形になるでしょうね。うん、でもこれこういうでしょうねとか私が政局言うと大体合ってないから一応言っとくけど大体外すからね我々の政局。そうかな、うん、そうですか。ということでこれはまあこれから大激震になっていくなというタイミングでの月刊三つ足なんでございます。そうなんですよ、今本当に私たちもね、まあ、第一報というか、しかもまだ全然はっきりとね、そうなんですよ、辞任の意向という報道なんですよ。ないので辞任を表明したじゃないですか、辞任の意向という報道なんです。そうか、厄介でしょこれ。本当に。でもね、あらゆる新聞が書いてるんで、これは嘘じゃないと思います。そうです。多分今から1時間半後に安倍総理が記者会見して辞意を表明すると思います。おそらく健康問題だと思います。それしかだってないもん。そうですね。うん、そのための布石で17日と24日2回病院に行ってるんでしょ。布石だったの。いや、布石でしょ。しかもわざとらしく長いわけ。7時間とか8時間とか検査するの本当に。人間ドックだって3時間くらいなんだけど。まあ、第一次の時もね、結局健康問題、あの問題があるか、ああいう印象にならないように、その前に例えば甘利、はい、甘利だ、衆議院議員が、安倍総理は働きすぎだと、休み取ってないとか言ったんだけど、うん、その前になんか首相官邸というか、首相の資質、指定で過ごす日が多かったんだけど、何で仕事したの知らないんだけど、まあ、そういう印象操作よね。あの時から始まってたんだと思う、多分。甘利さんがテレビで首相は150何日間無給で働いてる云々かんぬん言った時から、はい、それで病院に2回行って、はい、で今回と、だから筋取ってるでしょ。確かにね、そういう意味ではね、ストーリーができてるんですよ。そう、で多分だからこういうのだから考えるのはまあ今井孝也ですね、あの例の出席補佐官、例のアメリカからアメリカから中国の手伝いみたいに言われた、はい、そう、英雄英雄アメリカに名指しでという、そうですか。そういうストーリーだったと私は思ってますけど。いやいやいや、なんかちょっとまだ、こう。だから、とりあえず総裁選挙は、やるのかな、うんうん、やんなくちゃいけないんですよ、本来は。ですよね。うん。どうなの？でも、総理大臣自体は国会で決めるので、うん、はい、例えば、安倍総理は総裁のままで、副総理の麻生さんを国会が総理大臣にするっていうの、うん、これありなんですけどね。うん、総裁選、総裁変えるとなると、これ総裁選挙やらなくちゃいけないから、その時石破さん出てくるわけ。うん。うん。まあ、議員、でももちろんその、議員の票で決まるから、勝てないと思いますけども、でもそんなことやってる場合なのかってことだから、多分麻生副総裁の、副総理の代行って形になるんじゃないですか。そのまま国会です。臨時国会？あ、特別国会ですね。特別国会開いて決めちゃうと。総裁選はやらない、とりあえずと。で、まあもちろんやりますからっていうのは言わなくちゃいけないと思うけど。うん、そうか、うん。でもまあ、外れるからね。私の予想は。今でもふと思い出すのは、第2期安倍政権の時の、はい、まあその。総裁選挙の時。そう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 。あの総裁選挙の時に、はい、あの総裁選の日って三橋さんと一緒でしたよね。たまたまね。ね。渋谷のテレビ局っていうか、YouTube 番組なんて、まあ、うん、まあ、チャンネル作だね。まあ、ね、チャンネル作だね。当時まだスカパーでしたけどね。スカパーでしたね。あの時のことをね、思い出しますね。あの時ね、うん、本当にね、感動しましたもんね。そうなんですよ。またそれで、はい、無理だって言われていた
大逆転劇ですね。そうでしたよね。あの時に三橋さんが計算早い人だから、こう何を見てか分かんないけど、ダーッとか見て、これいけたかもしれない。安倍総理ね。うん。言われた時に、なんでなんでと思ったけど、やっぱりそうなって、これで日本が変わるかなってあの時思いましたけど。2013年度は、まあ、今日の話とも絡みますけど、はい、ちゃんと経済成長したんですよ。だって 2.7% ぐらいの経済成長したから、うん、そんなに経常した成長、経済成長したことは、最近ないよ。ってぐらいですね。もう記憶経済成長したの。そうか。はい。2013年は。あ、もちろんあれよ。リーマンショックの、その、反動があった2010年は別ですよ。うん、それあんだけ落ち込んだら 3% ぐらい成長するんだけど、そういうの全然関係なしに、2013年は 2% 超えましたから。経済成長率、実質で。で、物価が例えば 1% 2% ぐらい上がってれば、名目で 4% とかの成長だから、皆さんの所得が 4% 増えるっていうような状況だったんだけど、あの年だけ。そのまま、ガタ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 。まあ2014年度、つまり2014年4月に消費税が増税され、各種の緊縮財政始まっちゃったから、その後はね、ちなみにね、2014年度から19年度まで、ここまで数字出てますから、うん、あの経済成長率の平均って、なんと 0.6% だからね。0.6 って、はい、まるで成長していないって言うんですよ。そうでしたか。これなんか安倍政権は経済政策うまくいってるとか言ってる連中すごいよ。だって民主党政権とかより低いんだよ。平均だと。あ、そう。うん、2013年度だけは高いけど。ああ。だってデフレ脱却とか。そう。やりませんでしたから。憲法改正とか、うん、公務員常駐とか、何もやんなかったです。長かった。なんかこう考えたらね。終わりにはなんか。そう。あ、今、ポイント。レガシーって言葉知ってます？伝説みたいな。遺産ですよ。伝説が取れ、伝説が取ったと思う。伝説が違うと思う。遺産ですよ。でもね、これ。カットねえだって。カットしないけど、政治家にとっては、政治家にとっては、業績なんです。ああ。安倍総理大臣のレガシーっていうことは、安倍総理大臣の政治的な業績のことなんだけど、何があるんだろう。長くやりましただけなんだよ、実は。で、多分総理は、最近、それこそ本当に空虚な器になってて、明らかに。うん、要は自分の業績として歴史の名前残せんのは、長期政権やりました以外ないと思ってたんですよ。うん、で、多分実際そうなんですよ。もちろんここでね、なんか財務省のね、縛りを打ち破って財政かぐらとかできればいいけど、そんな記録ももうないでしょうね。こんな、最後になったら。うん、だから、長期政権、史上最長を達成しました。これが俺のレガシーだと。いや、国民にとってはどうでもいいよね。確かにね。ということで、今回の話になったんじゃないかな。なんかでも、タイミング的にその、連続在職日数が、はい、こう、最長になりました。言った途端にっていうのもだから逆だから、ね、それがレガシーなんです彼のレガシーレガシーです。まあ政局どうなるか動きません、わかりませんけど、とりあえず日本政府、うん、日本国家がやるべきことが確かなのは、これはもう消費税減税を含めたね、うん、財政政策拡大政策への転換だけど、うん、この多分これから来年の衆議院選挙、衆議院選挙今年やらないと思います。あ、そう。でもやらないとだんだん自民党不利になってくるんだけど、はい、だから2009年の麻生内閣の再現に近くなってくると思う。でもいずれにしてもこの、総裁選挙と衆議院選挙で転換できるかどうかに全てがかかっているから、皆さんも正しい情報をもとにね、そうですね、動いていただきたい。で、我々も動きますから、うん、はい、何やるかとかは今言う気はないんだけど、ね、はい、ということでございました。なんかもう一個ニュースで、これ何なのってのあるらしいです、松田さん。ちょっと私ね、はい、これ聞きたかったんですよ。あのね、子ども宅食、はい、制度化を目指します。これ、議員連盟成立というとものお話なんですが、はい、経済的にね、困ってる家庭の子どもに食品を届けますよっていう、子ども宅食。子ども食堂の出前版ですね、要は。多分そうだと思う。はい、まあ、子ども食堂っていうのは割と民間で、うん、ボランティアでやられたりするんですけど、はい、これを自民党の議員連盟が、発足して、制度化を目指しますっていうんですよ。で、これ代表発起人の稲田朋美さん。まあ、その時点でボチって言いたくなりますけどね。いや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 、そうなんですよね。これ新型コロナウイルスの影響でね、経済的にその困ってる、うん。特にこれシングルマザーという、まあ、文言を出してくるあたりが、はい、まあ、ちょっとそれらしいなと思うんですけれども、まあ、そういうシングルマザーの方々にしわ寄せが来てるからっていうふうに、まあ、主張してらっしゃるんですけど、このなんていうのかな、
大元が根本から間違ってませんからなぜ。なんかその強引じゃないですか。強引とかね、二つおかしいと思う。うん。一つ目はですよ。本当に政府の財政拡大って形で困ってる子供たちを助けるっていうような意思があるんですかっていうのがないようにしか思えないですね。はい。これ多分、いわゆるクラウドファンディングとかで資金集めて民間に提供していただきましょうって話になりがちなんですよ。はい。ちょっと財政的には1円も出さないから、別にいいんです。でも、政治家はいい格好できるわけ。私は子供たちのことを考えてる政治家です。最近稲田朋美この傾向強いんですよ。ましてね、やっぱり女性だし、そう。しかもシングルマザーです。はい。っていうことをね。つかなんか共産党とかが言うならわかるんだけど、うん、稲田朋美がやるわけ。彼女総裁選出たいんでしょ、多分。そういうことなの？それで、こうまさにポーズとしては、スタンドプレーとしては最高だと思う、これ結構。それだったら財務省から予算取ってこいって話なんだけど、それはやらないでしょ、彼女。そうなんですよね。で、二つ目。はい。そもそもこういう問題が起きないようにすることが大事なんじゃないの？これが政治の目的じゃないですか。はい。別にシングルマザーになった方でいろんな事情があるから、十杯人からだけね、ドンって言えないのもわかるけど、どういう状況であっても子供たちが美味しいご飯食べれて、それでお母さんはね、まあお父さんがいないんだったらお母さんと仲良く暮らせるような社会っていうのを作るべきっていうのが、これが政治家の義務だと思うんですよ。そこを放置して、こういうことやってるわけ。だから多分そこが違和感。そうだ。そうですよ。そうでしょ。二つ目のその、はい、うん、ああ、確かにそうだ。なんかこれなぜ今なのかとも思ったしね。総裁選が近いと思ってる。だから、そういうことだったんです、ね、うん、絶対そうですよ。なるほど。うん、私が多分本当にね、これも、この子供たちが問題だって言うんだったら、うん、毎日財務省と戦います、うん、はい。ひたすら世論に訴えます。財務省のせいで子供たちが飢えてますってやらないんだから。そっちの方がよっぽど日本のためになるスタンドプレーでしょ。誰かスタンドプレーだけど。どうせスタンドプレーなの？どうせスタンドプレーなの、そっちやるよって話なんだけど、財務省に逆らうと総理大臣になれないと思ってるんですよ。まあ実際その傾向強いんですよ、日本は。はい。はい、ということでですね。はい、まあ今日のね、テーマ。うん、世界恐慌と、まあ、日本の安全保障に関わってくる話なんでしょうか。というか、なんか政局がこれだけ動いちゃうと、いろいろと混乱して話しにくいですね、浅野さんね。そうなんですよね。はい、でもまあ、まあ結局同じですよね。すべての問題がこう一直線流れてて、その一つの枝葉として出てるのが、はい、さっきの子供、宅食の問題だったり、安倍総理大臣の辞意表明ということなので、はい、根っこは同じなんですよ。そうね、つまり国民のための政治が行われてない。で、これ日本だけの問題でもなくて、各国全部そうなんですよね。ちなみにね、これね、最初に言っときたいんだけど、はい、なんだろうな、今はね、今の世界各国は GDP のその統計について、ちなみに経済成長率って実質 GDP の成長率のことなんだけど、うん、これは対前期比のみ発表すらいいんですよ。対前期比、うん、さ、だから一つ前の四半期と比べて何パー落ちましたかですよ、うん、みんなね、落ちましたから。それを年率換算にする必然性は全然今はない。なぜかというと、わけが分かんなくなるからですよ。つまり一番新しいところと比較して今こうですと、上書きというか、ことそうか、年率換算って分かります？そもそも、いや分かんない、それも聞こうと思ったんで。だから年率換算っていうのは、例えば 1% プラス成長になりましたよね、うん、それが1年間続いたら何パーセント増えますかっていうのが年率換算。だから大体4倍弱ぐらいですかね。4倍にはなりません、はい、あ、そうですか。そう、それが年率換算、うん、逆に落ちてる時は 1% マイナスでしたと、試合マイナス上げて比べて、これが1年間続いたらこのぐらい GDP 落ちちゃいますよと、これが年率換算なんですよ。そう、大きくなるわけです、年率換算のがすると、だから私は絶対今回新聞とかは必ず年率換算の数字をバーンって見出しに持ってきて煽ってくるなと思ったら、そのまんまでしてみんな、うん、やめ、だからそういうことやめると、なんでかというとマイナスの数字がでかすぎるから。例えばでしょ、イギリスのこの経済成長率はなんと対前期比で 20.4% のマイナスなんですよ、うん、この 20.4% 2割減ったんですよ。2割減るというような状況が1年間続いたら GDP は何パーセントマイナスになるか分かります？仮に1年間続いたら。いやいやいや。60% なんですよ。やっぱり。6割 GDP 消えるんですよ。そんなことはさすがに1年で起きないんですよ。うん。はい、まあ数年でってのはゼロとは可能性は言わんけど。そうすると、でもこれで年率換算マイナス 59.8% って方が新聞煽れるわけ。おー、日本もそうですよね。日本も、まあ、7.8 もひどい数字だけど、うん、それよりも、やっぱり、この 27.7% マイナス、年率、括弧年率換算で、うん、のが煽れるから、まあ、こういうことやってくるんだよね。なるほどね。すると、状況が分かんなくなっちゃうわけ。
さすがにね、日本の場合特にそうなんだけど、昨年10月12月期に経済成長率マイナスになりました。今年の1月3月マイナスになりました。さらに4月6月期でマイナスになりました。こう3期連続でマイナス成長になってるんですよ。これが問題なのね、はい。で、これ自体を、なんか、ある意味打ち消す効果があるよね。要は消費税増税して以降、プラス成長になったことないの、日本は。19年の。でも、こういう煽り方されちゃうと、やっぱり4月6月期に目がいっちゃうから、その前が霞むとかね、うん。そういう問題も出てくるんですよ。政権にとっては都合いいでしょ。そうか。消費増税の悪がなかったことになるよ。でね、これね、これはオープンだから言いますけど、はい、実はね、その自民党とかの、その会議に官僚がやってきて、内閣府の官僚がやってきて、説明するときに、こういう説明の仕方するのね。うん、最初、浅野さんが言われたように、例えばアメリカやドイツは対前期比でマイナス 10% ぐらいです、うん、はいはい。フランスが 13.8 で、イタリアが 12.4 で、スペインが 18.6、18.5 ですね、うん。イギリスが 20.4 と比べると、うん、日本の経済成長率のマイナスは 7.8 だから、うん、ダメージが少ないように相対的に見えちゃうでしょ。そう、相対的ってで。で、嘘だと思うんだけど、はい、嘘だと思うかもしれないけど、こう説明するの、内閣府の官僚が。日本の4月6月期は確かに統計史上最悪ですが、諸外国と比べればマシでした。でも諸外国はね、消費税増税してないんですよ。昨年10月12月期は普通にプラス成長だったんです。そこで1346と2期連続で落ちてんだけど、我が国だけは10、12、1346全部落ちてるんですよ、と。いうことなんです。だからね、要は昨年9月と比べると、だいたいマイナス 9.9% なんです。まあ、アメリカ並みのダメージは受けてる。アメリカ以上だよね。はい。ということは言わないのね。言わないと、政治家バカだからはっきり言いますけど、どう思うかというと、あ、なんだ、心配してたけど、日本はマシなんだ、って思うわけ。じゃあ先生、じゃあもう、確か落ちましたけど、他の国よりマシでしたし、この後は V 字回復しますから、じゃあこれからは財政再建に焦点を移しましょう、っていうふうに囁かれたら、そうだよなーと。このぐらいバカなんですよ。数字って怖いね。そう。ね。でもさすがに、その会議とかでは、はい、自民党のまともな国会議員たちから、うん、ふざけんじゃないと、うん。昨年10月から落ちてんじゃないかと。うん、その時すでに落ちてるから落ち方が甘えてだけじゃないか、今回と、はい。いうツッコミは出たそうですけど、ね、うん。ひどいでしょ。ひどいね。もうこれね、例えば、なんて GDP がいきなりイギリス並みの 20% マイナスになりました、対前期比でね。うん、とかでもなんか、言い訳を見つけ出すよ。そういろいろ絡めてきますよね。そうそう、いやちょっと今回は熱中症でみんな外出れなくて消費ができなかったからこうなったんですよと。そこに台風来ましたからね。熱中症と台風のセットですよと。それは GDP マイナス成長になりますよみたいな。今まで何回もあっただろうそんなのみたいなね。こういう感じのごまかしがですね、ある意味安倍政権の特徴だったんです。まあもう終わるんだろうけど。そうか、うん、だからいつもね、三橋さん言うように、その、漠然とした、そう、印象ね。印象。それもね、それはもう気をつけなきゃいけないというふうに思ってますけれども、数字を出してくると、そうなのかなって思っちゃうわけですよ。数字って結構、弱い人にとっては、すごく説得力あるんですよね。わかります。うん、他の国は 10% 以上のマイナスだったのに、日本 7.8 で済んでんですよ、みたいな感じでしょ。なんだと、はい。なんだと。いやー、数字もちょっと勉強しないといけない。いやですね。あ、でもなんか、菅さんとかもすごいもっと単純に考えて、かける4かなとかって。ああ、かける4で。考えてましたけど。難しくないんですけどね。そうか、うん。でもこういう話をする人が私以外にあまりいないというのが問題だと思うんですよ。うん、あまり聞いたことないし、教わったことないですね。でもね、数字は嘘つきません。多分ね、日本政府は数字の改ざんまではやってない。うん、怪しいと思うか人結構いるかもしれない。そう願いたいです、はい。統計の解釈を変えるとか、サンプルを変えるとかやるんですよ。あ、それは違法じゃないから、ね。ギリギリだけど。いや、グレーじゃない結構そうか。よく見せるようなサンプル変更はやるんですよ。あるいは定義変更とか。そうか。でも実際の数字自体は変わってないんですよ。だからそれをちゃんと見ないと、はい、要は今の特に安倍政権っていうのはさっきも言いましたけど、民主党政権期よりも経済成長率が平均が低いんですよ。はい、何のレガシー、業績もないんですよ。デフレ脱却もできなかったし。さらにそこに消費増税2回やってドーンドーンって言って、これでコロナ危機でしょ。うん、すると何やるかというと、もうごまかすしかないんだよね。うん、そういう情けない惨めな政権だったんですよ、安倍政権っていうのは。これがちゃんと結果がついてれば、堂々とほぐればいいんですよ。うん、で、まあ、それに騙されたマスコミとか野党とか、そして日本国民っていうのが、まあ、愚かだったな、ということでございます。
このままで嫌だって、このままで嫌だって言うんだったら、まあちょっと勉強しなきゃね。あんまり難しくないよ、経済なんて。私が言うのもなんだけど。うん、勉強しましょう、みんな。はい、ね、うん。はい、ということで、はい、今日もですね、間違いなく他では聞けないようなね、うん、深くて恐ろしい話が聞けると思います。YouTube をご覧の皆様とはここでお別れということになってしまいますが、はい、この後は、ぜひ月刊三橋でということで、三橋先生本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか、重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのか、そのようなことを解説した書籍が三橋貴明の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。